カージナルス時代のグリーン・カリル・サビット・グリーンは、アメリカが衆国ペンシルベニア州、バトラー出身の野球選手、遊撃手、ウトウミギウチ。自身、両親ともに、経験なバハーイー教徒であり、ファーストネームのカリルは、神の友人、ミドルネームのサビットは、括弧とした、揺るぎないという意味だという。フロリダ州キーウエストのキーウエストハイスクールを卒業後、 サウスカロライナ州クレムゾンにあるクレムゾン大学へ進学。カレッジワールドシリーズ進出8度の強豪校において、当格を表す。2001年には、ドラフト14巡目でシカゴカブスから指名されるが、契約せず。2002年、4年政治に打率、480.26本塁が、86打点の高成績を残し、ゴールデンスパイク賞や、 ロータリー・スミス賞など多くの賞を受賞する。周りからは自分の体を買ったばかりのベンツのように大事にして、きちんとしたガソリンしか入れないと評されるなど、当時から食事には注意していた。2002年6月にドラフト一巡目でサンディエゴパドレスから指名されプロ入り。2年目の2003年にはマイナートリプル A 級ポートランドで76試合に出場して打率。 288.10本塁が47打点を記録。9月にはメジャーへ昇格し3日にメジャーデビューを果たしている。アメリカンバハアイ氏の編集部によると、バハーイ共進者の選手がメジャーでプレーしたのは、1969年にアルバートラ・ホーがフィリーズで1年だけプレーして、以来史上を2人目のことだという。翌2004年に本格的にメジャー定着し、 139試合に出場。9月に骨折で戦線離脱したもののチームの新人遊撃手記録となる15本塁打を放つなど攻守で活躍。シーズン終了後には新人王投票で J ベイに次く票を集めた。2005年2006年の2シーズンは故障に悩まされ計三度の故障者リスト入り。特に2006年は シーズン開幕前からグリーンとジョシュバーフィールドの若手に勇敢コンビに球団から大きな期待がかけられていたが8月に左手中指の負傷で故障者リスト入りし9月に復帰した後もダイソーとしての出場が精一杯な状態であった2007年は大きな怪我もなくシーズンを乗り切り打率こそ例年並みの254に止まったが 自己最多の27本塁打を放った。そして同年オフには2年1100万ドルで契約延長を果たした。しかし2008年は逆に打撃不振に陥り、打率などで自己最低の成績を記録。7月30日の試合でシーズン100個目の三振を喫した直後、ストレスから壁を殴って左手を骨折し、そのままシーズンを終えた。これに対してパドレスは、 欠場した期間の給料支払いを拒否しようとしたが、これは選手会の反対により実現しなかった。シーズン終了後、チームの年俸総額削減政策の煽りを受け、12月4日にトレードでセントルイスカージナルスへ移籍。FA 移籍した声優劇手シーザー・イズ・トリスの後釜としての働きが期待されていた。新天地でのシーズン開幕戦にグリーンは4番。 遊撃として先発出場する。しかしこの年はシーズンを通して打率が200前後に低迷するなど打撃不振に陥り5月と6月の2度にわたり社交不安障害で故障者リスト入りするなど不本意な成績に終わった。2010年はテキサスレンジャーズと契約するが精神的問題のためにスプリングトレーニングに参加せず2月下旬に球団から契約を取り消された。 それ以来グリーンは MLB から姿を消した状態となっている。ありがとうございます。